しよう。はい、そうです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、0から3000スキンヘッド、9日目ということで今日もやっていきたいと思います。はい。なんですけれども、現在トロフィーが、3566ということで、今日の目標はですね、昨日の動画でも言った通り、こちら、3800に行って、このゴースト、フェニックス、まあ、クエイクとかそこら辺ですね。まあ、俺がね、よくトロ上げで使うカードが混じってるんで、まあ、ここからは結構ね、その次で言うのとかエレジャイが解放されたりね、マジアチあったり、まあ、こうはそんなないか。はい。で、まあ、上トリトンとかね、まあ、そんな感じで、やっていきたいと思います。はい。でね、まあ、今一応、ローカルの方がいいか。まあ、ちょっとライクジョーンズ、まあ、日本15位、まあ、ちょっとだけだよ。ちょっとだけ上がってて、まあ、世界的には45位と。まあ、ちょっとだけ上がってるって感じなんですけど、まあ、使ってるだけの、まあ、ロイジャイですね。はい。なので、やっぱ次のね、この3800で解放されるゴーストフェニックス、絶対手に入れたいと。はい、いうことでやっていきたいと思いますね。はい、ってことで今日も行きますか。まあ、セールはね、もちろん、来てないです。はい。なんで、まあ、3800行ってセールをね、掴み取っていきたいと思うんですけれども、あ、そうだ。豚の貯金箱、開けないといけない。はい、ということでね、まあ、いいか、やっていきたいと思います。でね、まあ、おい、3000いってるんかいって思った人いるかもしんないんだけど、まあ、今シーズンはね、ロングシーズンっていうのと、あとね、ちょ、やば。いや、待って、やばい。あと、ま、当たり前にね、俺は本赤キングっていうか、まあ、ユニットもキングもすべて完走してるんでね。そう。まあ、それが、やっぱでかいね。でちなみに3000以上で、キングカンストしてない人とか、ユニットカンストしてない人と出会ったことがないね。今シーズンはまだ。だからマジで、未知。未知未知の未知の領域って感じ。さあ、俺のカウンタラムの方が入ってるわ。いや、マジで。ズルやん！なんか跳ね返せ。なるほどね。オッケーオッケー。さあ、てかね、最近なんか、サンクラがあんまり取れなくなってきてね、結構やっぱ実力が拮抗してきた気がする。まあ、一本手で言うのもなんなんですけど。っていう感じなんだけど、やっぱロイジャイとラムがね、当たり前に、共存しないなっていう風に今思ってて。ていうか当たり前なんだけど。お、相手諦めか？いや、でか、熱っ。いや、そう、割とね、やっぱ諦める人も早い、いるね。早めに諦める人。やっぱそういうトロタイっていうのもあると思う。さあ、ジジイ。いいね。いやー、でもね、やっぱレベルで言うと、ラム。の方が1個レベルが高いんだよね、ロイジャイより。なんだけど、まあ、ロイジャイの方が、まあ、そのパワーというか、カードパワーがシンプルにある。っていう感じだから、で、モンクには、別にどっちもあるのよ。モンクロイジャイもあれば、モンクラムもあるから、別に今ね、本当に、まあ、クラルワの上位帯でも、どっちもね、生存してるデッキではあるから、まあ、若干やっぱロイジャイの方が、多いかなっていう感じなんだけど。おー、すげえ。やべ、これどうしよう。ちょっと待って。まずいですね、非常に。あーやつ。あぶね、よしよしよし。このね、攻めラムは、やっぱ、受けながら相手にそっちにエリクサを咲かして、こういうギャングとかでね、安全に守れる。これいいね。普通に守るとね、やっぱね、攻めウッドとか打たれて、結構だるい時があるんだけど。さあ、LSP。こいつね、弱いんだよね、この LSP。見て、タワーで死んじゃうの。これダメです、マジで。死んじゃうの。あ、やば。ちょっと待って。うい！おお、待って。全部跳ね返った。やば、今の。タルババベビドラ。なんか、すごい。全部盛りしたぞ、今。相手びっくりしてんじゃない？これ。えぐ！しかももうスキル溜まってるし。GG。
ありがとうございます。さすがに、あそこから10コスト、12コストか、全部反射して生き返ったやつはマジ見たことない、まだ。でね、今ここに、ウルトラレアのやつが来てるんですけど、正直言って、いや、わかんないんだよね。で、こう3つあるんですよ、しかも。で、ワンチャン、その、フェニックスとゴーストを解放した後に開けたら、ワンチャンそいつらが出るんじゃないかっていう淡い期待をね、今抱いてるから、あ、これ開けてなかった、開けよう。スケドラ、ロイジャイ、コウモリ、テスラナイト。あ、ダックプリね。はいはい、嬉しい。さあ、これも開けよう。ちゃんとね、やっぱね、カード系のレベルをね、コツコツ上げていかないと、上がらないんだよね。お、待って、LSP 上げられんじゃん。熱っ。上げます。OK、レベル9。これでタワー9では死ななくなったね。OK、OK。まあ、今のところ大丈夫か。さあ、行きましょう。よし。俺はタワー9か。まあ、同格か、タワーで言うと同格格上が多いっていう感じかな。レベルはやっぱね、11が突き抜けちゃってるね。さあ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 、これマジできついなぁ。どうすっかな、これ。まあ一応バレルも、うわ、やば。バレルも手元に残しておきたい。ちょ、待って、今、衝撃映像、ゴブリンがなんかファイスピ耐えてた気がするんだけど。まあ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 。一旦ね。でもギャングがマジ、うわぁ。始まってる。頼りになるギャングが。いや、これは吹き矢に自分を打ってくれたら嬉しいけど、うわ、やべえ、なんか。なんか来い。いや、来ないか。まあ、親衛隊の防衛と、なんか来たら嬉しいも兼ねてのウッドだったけど。いや、これ付近に当たんな。バルキリー。オッケー、でかい。よし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 。さあ、いいですね。素晴らしい。まあ、これバレルかな、普通に。いや、このね、小月バレルがやっぱ強えよな。うわぁ、もう、最悪だよ。またグロ映像見しちゃうわ、これ。ちょっとマジで洗礼を受けさせないといけない、これ。完封します。あ、えぐい。え、待って、なんで？なんで残ってんの、お前。一回跳ね返ったら、ゴブリン殴ってたか、今。はいはいはい。やばい、ちょっと待って。回さないと、文句。オッケーオッケー。いいねー。気持ちよすぎだな、これ。オッケー、完封。いいね。素晴らしい。さあ、ジジイ。いや、文句が輝いてきた。だんだん。いや、30C とかね、マジで文句の餌だからな、ほんと。さあ行きましょう。あと5勝で3800いけるかな。うん。って感じなんだけど、俺のさ、この、デッキ平均レベル、今どんくらいだ？ 10 ぐらいかな？平均レベル。なんだけど、ってさ、普通に到達できるトロフィーじゃなくて、その無敗で到達できるところっていうと、どのくらいが適正なんだろうね。だから今まあ割と PS で勝ってるっていうところもあるじゃん。だしまあ、文句のね、このバジカラで勝ってるところもあるんだけど、うやばっ、ちょっと待って、最悪これ。うわ、やべ、やっちゃった。平均10ってでも4000ぐらいはいけんのかな、普通に。どうなんだろう。まあでも今ね、セールも栄えてるから、それを考えても、
ちょっとわかんないか。マジで1年前と、その、ね、いきなりシーズンチケットでチャンピオンってか、あれか、この8000度は、タワーが乾燥しないから、チャンピオンを手に入れられることがそもそもなかったもんな。はい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 。そうだ、今までだって乾燥しないとチャンピオン手に入れられなかったもんね。そうだから、なんか、どうなんだろうな。文句がいることでだいぶ変わってそうか。ただの平均10レベルよりも。ここは相手タワー10だからな。LSP がマジおもちゃなんだよな。防衛でしか使えないおもちゃになってる。でもなんかベビドラとかね、なんかそういうのちょっと増えてきたか。文句で反射できるカード。さあ、ボーラー嬉しいね。ボーラーも文句でいけるかんね。いや、マジで。ギッチンギッチンだな、これ。はいはいはい。おい、しょ、文句お前。やばい。タワーの延長線上に。オッケー。で、バレルで。やっぱね、序盤ね、フルカウンター結構ね、やっぱこのトロタイは、ガチの開幕で鬼攻めしてくる人が多くて、大体そのフルカウンターで結構瀕死まで持っていけるんだよな。あ、やば、それ。間に合うか、これ。はいはいはい。いや、うまい防衛が。ここで、こっち行く。こっち行って、左を文句だけで。やっぱね、文句が死んでからね、こうやって攻めて手札を回すのが大事。いや、ほんとはね、いや、やば。ちょ、待って、ワンチャンまずい。あー、怖っなんか、レイジネクロちょっと怪しい匂いしてたな。オッケー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 。30ね。さあ行きましょう。いや、てか、普通に今、トロフィーの方に、ウルトラレア宝箱を3つ溜まんの楽しみだな。ゴーストとフェニックス引きまくりたい。マジで。さあ、文句。文句後ろから入れる。あ、来た。しかも相手タワー今回。もうね、これタワーが低くて上がってるっていうのは上手いか、そのユニットレベルが死ぬほど高いか。どっちかなんだよね。ここのトロタで多分9ってそんな別に高くないからな。ちょっと上手そうなオーラは出てるね。今のところだと。か、デッキが強いか。いや、でも結構ユニットレベルは低めだな、やっぱ割と。センスがあるか、さては。か、若造か。森造かどれかだな、絶対。一旦、バレルエレスピ行くか。いや、マジでね、このバレルエレスピは、ちゃんとタワーが9以下じゃないと、できないからね。さあ。いや、ま、ここはね、吹き矢からの、なんか来てもね、返しラムができる。なら、なるほど。なら文句合わして、うん。敵陣入れてからキーンだね、これ。よいしょ。気持ちよすぎる。はいはいはい。いいね。レベル10、嫌な目があったよね、確か。はいはいはい。はいはいはい。いや、それな、ちょっとだるいんだよな。いや、ただこの防衛ラムだけで飯食ってんな、俺、さては。めっちゃ強いわ。俺、まだ多分嫌な目回ってないから。
視力あるか相手。視力なくねなんか。とんでもねえ視力が混じってる可能性あるぞ、これ。やべえ、何も見えないまま終わっちまった。何だったんだこれ。てか、ようそのレベルと、ね、上がってきたな、マジで。ユニットぶち詰めでカウンターで普通にタワー追ってたタイプかな。ナイトとか、ベイビードラとかで。あ、視力ないわ。あ、てかさっきの人も、あ、てか視力ないのはまあ別に当たり前か、割と。オッケーオッケー。まあ行きましょう。さあ、あと4勝。じゃあ、あと3勝だ。熱い。いや、いいね。でもやっぱサンクラ勝ちできなくなってきたね。いい感じに。さあ、LSP が今回通用する相手と。ギャングセパ違うな、絶対。このデッキのギャングがね、大切すぎるんだよね、陸受けで。さあ、ウッド切ったんで、これはだいぶ、いいダメージ入りそう。OK、いいよ。倒せ。でかい。うわー。はい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 。きつ。エリババちょっとだるいよな。シンプルに強い、エリババ。うわー、これ。まあ、ラム受けかな。何かと強いラム受け。はいはい。いや、でもいい。知ってる相手。なるほどね。今回は、まあ多分バルキリーが来るんで、バレるだけで。ああ、ボンバーか。そんなエリクサなかったかな。なるほど、なるほど。まあなんか来たら、OK。文句プラス。起因して、OK。で、跳ね返すのだけ確認してから、ギャングでぶっ叩く。まあ、吹き矢でもよかったけど、これはバルキリー回収っぽい、あ、ウィザードか。あれ、全然当たんない予想が。まあ、でもこの文句使ってからのウィザード回収、ちょっとだるいね。さあ、しっかり選球眼。いいね。はいはいはい、難しいよね、吹き矢受けんの。さあ、ここはスケブがあるね。オッケー。まあ、ウッドまで咲いてくれたら、オッケーオッケー、いいね。嬉しい。こう一回消す文句で、悲しくも。なんかね、ラチが開かない感じがした。さあ、ここは相手が、ウッド、ファイブを切ってから、お、なるほど。さあ、これで突破して、いやー、ウッド切ったが、どうだ？いや、右もいい。はい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 。さあ、これは ?OK です。ありがとうございます。やっぱ、ケツからね。2倍はケツから。これ決まってる。さあ、30。ここら辺なんかもう全部プラス30で安定してきたな。さあ、あと2勝。いいよ。いやー、ゴーストとフェニックスデッキ入れんのマジ楽しみだな。どこの枠かな？でもやっぱロイジェイかラムどっちかを削んなきゃいけないよね、多分。フェニックスとゴーストなんか入れたらマジで、ハゲるぞ、これ。やべ、ちょっと待って。ちょっと待って、ギャング銃強いって。おい、マジで、タワー級に対しての、その格上ゴブリンがありえない。本当に。反則だろ。いや、てかさ、これ、どんくらい、マジで、次のシーズン、これ、どんくらい入れるのかわかんないけど、ゴブリンが、下方修正されて。これさ、マジで、まずいな。なんか、格上ゴブリン多分やばいな。で、次のね、バランス調整見たんだけど、やっぱ、ゴブリンがね、そんなに弱くなるとは思えないんだよね。だから、なんかちょっと怪しい香りを感じてる。
ゴブリンがマジで使われなかったらね、超嬉しいね。スケとかばっかになったらマジで格上とか格下ね、あんま関係ないから。はい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 。いいね。これベビドラって受けれんのかな ?LSP。ああ、受けれなそうではあった。サイギャングで囲んで、オッケーいいね。やっぱ序盤のね、ガチ攻め来てくれるのがありがたいね。何なんだろうね、この序盤の絶対攻めるマンの動きは。深いよね。さあ、ウッド。一生ゴブリンと戦ってたら、だって、8枚ゴブリンだけで飯食われるもんな。絶対。ゴブリンに強いなんか、なんだろう。ファイスピとか、ファイスピウッド、それこそアチャクイロイフとかか。いやーなんか、ちょっと待って、見たことねえやつ来たわ。ゴーレムってコントロール隊解放されてんだっけ？俺持ってっかな、これ。いやーちょっと待って、怪しい、マジで。ちょ、吹き矢早く回さないと、お話になりません、これ。いやこれやば。さあこれは拾えたのはたまたま。いやこれやばい、ベビドラ受けないわ。いやでもギリ耐え、あつ、危ねえマジで。いやこれゴレか、確かに施設もないから。はい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 、オッケー。いや、吹き矢やば。才能あるこいつ、ストーカーの。さあ、ジジイ。いや、ゴレか。ゴレで、なん、え、てか待って、マジで絶対俺持ってない、これ。ほら、あれ、ミニウシュってことはあれか？そういうことか。もう一個前とかで、あ、解放されてはいるのか。なるほどね。いやこのトロタイで珍しい、これ。本当に初めて見たかも。さあ、これ、相手トロフィー上なんで、勝ったら確実に3800上がるね。おい、出た。おめえ、10バレルだからって、勝ち確信、勝ち確信してたら絶対。マジ許さん。ウッドだもんな、しかも。いや、いいね。早いよ、俺のとは。さあ、受けれるかな？いいね。相手タワー高くないけど、これギャング。いや、これが結構そのタワー高くない中でのあるあるなんだよね。やばい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 。やってることやばい、やってることやばい。あ、やべえ。おい、もじゃもじゃパーティー極めてん、泣いて。これマジでさ、ウッド添えるだけで刺さりそうだもんね。まあいいや、ここは勘弁しといてやるか、普通に。いや、うまっ、受け。ちょっと相手がね、アグレッシブだから、俺も。俺もちょっと、アグレッシブにいかないと。文句初めて見んじゃねえのか？ウッド跳ね返します、ここで。キーン。はぁ。ほら、行くぞ、おい。まだ俺の攻撃やんでねえぞ。はい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 、はい。そこで悲しんでたらマジで、気がついたらタワー折れちゃうから気をつけた方がいい。おー、しっかり攻めウッドしたのに。あ、やば、ちょっと待って、それやばい、話聞いてない、それは。いや、これワンチャン無視して、オッケーオッケー。
はい。うますぎるか、さては。ありがとうございます。これ見えてた、マジで。さあ、31いいね。こういうね、起点の利く男が大事。さあ、来ました。3800ですね。いや、だいぶ9日目にして、早い方か。割と頑張ったね、トラゲ。さあ、ということで、セール、見ていきましょう。頼むぞ。マジで、セールクソしょぼかったからな。あ、てか待って、豚の貯金箱まず開けたい。これ開けないといけないわ。開けます、これも。まあ、これもね、セールなんでね。はい。いきます。これ初めて開けんだよな、俺。あ、なくなるんだ、これ。開けたら。へぇー。なるほど。なるほどね。オッケーオッケー。で、こちら見ていきたいと思います。セール、どうぞ。あー、じらす。焦んじゃねえ、マジで。いきます。こちら。やば。あ、これやばいわ。やってることが。いや、俺さ、やばい、これ。1900円やばいんだけど、絶対。やられてるわ。いや、これ、しかも見て、これ。宝石とスケラをセットで売ってんの。頭おかしくなるぞ、マジで。いや、クイック強いけど。いやー、これ。報酬を使わん。やばすぎ。いや、買うけど。うわぁ、マジでやばいわ。え、ウォールブレイカーってさ、だってさ、このトロタイで解放？あ、そうなんだ。ウォールブレイカー使ってる人たまにいたからな。うわぁ、やば。いや、マジしょっぱいわ、セール。なんか欲しいやつ来てくんないわ。ほんとに。なんで？くれたこと、来期で。よろしくお願いします。よいしょ。いやーマジで、ブーストポーションとかマジで使わんだろうな。ロケットフォーシアース、クエイク。まあ、ウォールブレイカー。まあ、クエイクは嬉しいか。アチャクイ労力で使う可能性があるから。いやーちょっとねー、渋い。思ってたのと違う。ってことで、じゃあ楽しみの、こちら、開けていきましょうか。いきます。頼む。ゴーストかフェニックスお願いします。エレキ。いや、これワンチャンね、ここだと、ゴーストとフェニックスまだその解放されてない扱いにされる可能性があるからね。多分大丈夫だと思うんだけど。お願いします。お、あ、待って、それまずいわ。いや、えぐい。ちょっと待って、ワイルドカード出ることあるんだ、それ。話が変わってくる。いや、これでもさ、いや、無理だな。まあいいや、しょうがない。行こう。頼む！お願い！インドラ！まあ。なんとも言えねえ、マジで。こっち系は、ショップとかにね、新しいの並んでないもんね。はいはいはい。なるほどですね。いやー、ゴースト欲しかったなー。トレードねえかな、トレード。あ、トレードあるやん。出せないんだ。自分からゴーストとか。なるほどね。いやでもトレードでワンチャン、これ夢見れんな、普通に。オッケーオッケー。把握しました。でも一応ね、今持ってるエレキとかインドラは、正直神器デッキで入る可能性があるから、強い神器の形が決まって、それがなくなってからだな、マジで。さあ、てことで、ちょっとなんか手に入れたカードも何もないんだよな。はい、ということでね、今日はやっていったんですけど、まあね、いつもはね、こう、手に入れたカードをこう、使ってっていう感じなんだけど、いや、俺の中でちょっと結構もうね、ゴーストとフェニックスを使うこの、未来予想図をしてたんだけど、全然、出なかった。マジで悔しいわ。あ、そうだから、まあ、グラチャルとか回してコツコツやらなきゃいけないのかな。これやばいな、解放されてないの、普通に。はい、という感じで、まあ、トレードできたらね、まあ、しとこうと思います。ってことで、今日はね、この辺で終わります。明日は、またね、少し100ちょいぐらいトロフィー上げて、ここですね、アウトローの隠れが勝ち込み入れて、隠れがね、燃やしていきたいと思います。で、まあ、マジアチャユーノだね、ここの目玉は。まあ、エレジャイも、まあ、使えるか。使えるっちゃ使えるって感じだね。うん、なんで、まあ、この辺ね、楽しみにしていきたいと思います。ってことで、また明日会いましょう。バイバイ。